ヘッド、こぼれた、同点。セットプレーだよね。流し込んだのは増田天馬。回転早かったな今、いや素晴らしいね。秋野のボール、アンドレ・バイヤー、いや、あ、ぴったり、自らぴったり止めましたよね、ここで。これはすごいよ、そこ入られたから。もう狙いを持ってあのポジションに自ら入ってきたわけですね。そうですね。 J1 初ゴールになります松田。いや、こういうところででもね、チャンスが生まれるってことをこう匂い